静岡県西部と中部では線状降水帯が発生して非常に危険な大雨となっています気象庁は線状降水帯による非常に激しい雨が降り続いているとして午前10時47分に静岡県に対して顕著な大雨に関する情報を発表しました 災害の危険度が急激に高まっています地元の市町村から出されている避難情報を確認し直ちに安全な場所に避難するようにしてください屋外へ出ることがかえって危険な場合は家の中の少しでも崖や沢から離れた部屋や浸水しにくい高い場所に移動するなど身の安全を確保してください